5月18日です。自粛、おうちにいようよが続く中、自分史ビデオを作っているアンテリジャーもですね、多大な影響を受けているんですが、そんな中、まだ完成ではないんですけれど、一本のビデオが、プレビューといいまして、こんな形で進んでいますよという映像がスタッフから送られてきました。我がスタッフが作ったのを言うのもなんなんですけれど、涙が出して、止まりませんでした。小学生と高校生の、お孫さんがですね、自分が生まれる前に亡くなってしまったおじいちゃんのことをご健在のおばあちゃんにどんな人だったかっていうのを聞きに行く、取材をしに行くというものなんです。もちろんプライバシーの関係がありますので細かいことは言えませんけれど、 おじいちゃんがですね、とっても社交的な人だったと。もう毎日毎日誰かを連れてきて、おばあちゃんはもうその人たちのご飯をお酒を準備するのでもう大変だったのよと、本当にいい人だったよっていう、そんなお話を、孫たちにされてました。あれ、またなんか食事が足りない、またなんか知らない間に誰か来てたっていうようなこともあったのよと。自分たちに流れている血というか、性格というか、好きなことというか、それは、親なり、祖父祖母なり脈々と受け継がれているんだなということを自然に彼らが感じていたんですね。そしてそういうことっていうのは伝えているようで意外に伝わっていなかったということにも親は気づくわけです。まさに自分史ビデオを自分たちで作る、そのお手伝いをさせていただきました。リモートでないと取材に行けない中ですけれど、あ、こういうやり方もあるのかというふうに思いました。またもう一つ、このアンテリジャンチャンネルでは、当初の若いスタッフがですね、地元に帰れなかった、母の日にお母さんに会えなかったという思いを、実にぶっきらぼうですけれども、家族への気持ちとメッセージビデオを作りました。よかったらそちらも見てやってください。